このチャンネルはゴリラが大好きな映画を語ったり止まらない物欲に身もたえながらお絵描きや造形はたまたおもちゃのカスタムにオリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながらハッピーをシェアするチャンネルだよはいえーゴリラスポットをご覧いただきありがとうございます、えー、今日はね何の話かっていうとまあもう大体あのー、お分かり分かんねえか分かるわけないよね <laughs> すいません、えー、今日は映画の話 とまあ、ちょっと物欲というか、まあ、それ合わさった、まあ、映画の話でございますで何の話かっていうとジュラシック・パークはいでジュラシック・パークのおもちゃの話でございますやったねえで一番ちょっと最後の方に、えー、ちょっとねそのジュラシック・パークの、まあ、ちょっと豚裏みたいな話もちょ少しだけできればなと思いますのでよろしければ最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたしますはいというわけでですね、えー、まずどんなおもちゃ早速ドンやった 届いたはいというわけでこれは何かと申しますとジュラシック・パークをアメリカのマテルというところの会社がおもちゃを発売してるんですで俺はその中のうちの一つの今ちょっとお持ちしますねせーのよいしょドンねこれこれマテルの、えー、とジュラシック・ワールドあジュラシック・パークのねまあジュラシック・ワールドで出た方かの T レックス。 のこれは 1m 超えの特別サイズっていうやつでこれ1 8分の1かな、まあ、つまり T-Rex が8メートル、ね、約 8m あるんでそれを俺はこれ買ってさらに自分でエアブレスでリペイントして、まあ、こんなねリアルな感じに仕上げたんですけど劇中のね使われたアニマトロックスに近い感じで仕上げてみましたちょっと埃がついてるねでこれは、まあ、今後また紹介しますはいで今日は紹介するのははいこちらね、えー、紹介しますのはこれ、えー、ちょっとねここに住所あるんで隠しますけどね、えー、ここにね こんな感じでで見ていただいたら、ちょっとお分かりになりますか、これもマテルのジュラフィックワールドのおもちゃなんだけど、これ、なんで今日わざわざ紹介したいかっていうと、ここにね、ちょっと文字細くて見えないと思います、トゥージャパンって書いてあるんです、トゥ j ジャパン。トゥ j ジャパンということは、どういうことかっていうと、そう、アメリカから届いたんです、これ、国際便、郵便、物って書いてあります。ね、これね、ここに、東京みたいなね、ジャパンみたいな書いてあるんですけど。 国際便ででででで届いたんんんすすこれなわわざわざ日本でも売ってるんですよマテルのジュラシック・パークシリーズのジュラシック・ワールドシリーズのおもちゃっていうのは日本でもいろいろ売られているんだけどこれはなんとですねアメリカのアメリカ限定しかもねしかもアメリカのターゲットっていうこっちで言ったら何だろうイオンみたいなあのショッピングモールねイトーヨーカドーとか。 ああいう感じの、まあ、大手のーターゲットっていうショッピングモールがアメリカ全土にあるんですけどそこのターゲットだけの限定バージョンのマテルのジュラシック・パークの t レックスのおもちゃなんですじゃあ早速開封していきたいと思いますまだ開けてないんですこれさあさあさあでは早速今日はこれを開封してレビューしてで最後に パークのちょっと裏話というか小話俺の好きなエピソードをご紹介して終わりたいと思います。 日本でね、本当は自分で、えー、と探して、まあ、こういうね、輸入物を取り扱ってるおもちゃ屋さんっていうのはいくつかあるんで、そこでね、買おうと思ったんですよ、でも探しても全然なくて、て、結果、どうして手に入れたかっていうと、調べたら、やっぱそのね、アメリカのターゲットっていうのが限定バージョンだと、でネットで最し見た時うわ、これ、超欲しいわと思ったんだけど、全然なくって、そのターゲットで売ってるっていうのを知って、でターゲットでも、本当は自分で個人で輸入しようと思ったけど、売ってねえよと、うち、よそには売らねえよみたいな感じだったんですよ、ターゲットが。なんで えっとあいつもちょっと仕事でお世話になるロスのロサンゼルスのね在住のえっ、ー、と仕事でいつもお世話になっている方に「すみませんちょっと買っていただけませんでしょうか?」とで買ってあのお金もちろんお支払いするのでえっ、ー、とちょっともし売ってたらお時間ありましたら買って、えー、送ってくださいということでねお願いして。 あのー、いいですよって言ってくださってすげえいい人でいつもね、あのー、向こう行った時もお世話になるんですけど送ってくださったんですもうねほんと無理言ってすいませんしかもねしかもこれめちゃめちゃ人気でそのアメリカのファンの,あ、ね、あの連中の中でももうねすぐみもう軒並みみんなもうこれやべえすげえぜっつってもう発表された時からみんな欲しくて俺ももちろん欲しかったんだけどみんな軒並み買っててで、ね、やっぱね案の定売り切れてたの。 でその俺の頼んだ方もすぐターゲット行ってくれたんだけどやっぱ売り切れてたんだけど8月にね再入荷するよっていうことをお店の人が教えてくれて再入荷してやっと本当に手に入れたんだじゃあもう,もうそれいいからあげてこう,う,わーうわーやったーついに届いたじゃあ行きますよ行きますよタナ アプトルの真似さあというわけでですねこちらやっと届きました、えー、どんなものかと言いますともう一度改めてご紹介いたしますご紹介いたします、えー、こちらマテルのジュラシック・ワールド・レジェン・レガシー・コレクションシリーズからやってまいりましたティラノザウルス・レックス,エスック、ね・エスケープ・パックということでですねエスケープ・パックなんでございます、えー、これねマテルの あティラノザウルスレックスのエス,エスケープパックということでエスケープパックってどういうことみたいなねパックってこれお化粧のパックじゃないですよ、ね、つまんないこと言ってんじゃねえさっさと開けろよって感じだけどこれねえっ、ー、ともう見ていただいて映画見てる方はねああもうあれかとあれだねって気づいたと思うんですけど映画の中で T レックスがねなかなか登場しないんですよこれまたねスピルバーグがうまいんですよねほぼ前半はねもうその、まあ、やっぱね恐竜ファンとしてっていうかそもそもジュラシック・パークを見るわあの人間としてはね恐竜が出てくる映画ですよもうね当時もそうだしきっと今のちびっ子たちもそうだと思うんだけどやっぱねやっぱ主役なわけですよもう T レックス一番人気のこのスターのねスター恐竜の中のもうスーパースター恐竜の中のスーパースターの T レックスがいつ出てくるんだっていうところだけどなかなか出てこないんだよ ねでえーとまあ、これ、ネタバレ、まあまあ、ネタバレっつっても,もうあれですけどその、ね、あのジュラシック・パークについて科学者だ、ね、ちびっ子たちがツアーで、ね、パークの中をまあまあつって見学してくれてまえっってジョン・ハモンド博士がね創設者のジョン・ハモンド博士、えー、とディズニーランドでいうとウォルト・ディズニーみたいな人ですよね、えー、とその方がですね、まあ、まあ見てあってくれよっ,つってねまずは試しに乗ってれってくれのジープに乗って、ね、このジープに乗ってパークの中に行くんだけど、ね、最初、全然出てこない。 ねもうみんなえ全然恐竜出てこないじゃんみたいなムードでねもうキャンプもじらされるねえ見たい見たい見たい早く見たい早く見たいだってねもうジュラシック・パークといえばですよもうね1991年えだったかな <laughs> にねその初めて恐竜がハリウッドのね大作映画で CG で恐竜がねリアルに蘇るっていうのがもう当時の宣伝文句だったこれも今も見てもすげえんだけど本当にそれがねもう見たくて見たくてたまんないねなかなかねじらして見,て見せてくれないの。 全然出てこない T レックスが。でやっとね T レックスの檻の前についても T レックス出てこない。シーンみたいな。ヤギはめーめーって泣いてるだけなの。全然出てこない。もう肩すかし食らうんだけど後半ですよ。ついにいよいよその島に台風が直撃して。ねえ 停電しちゃって柵にこれ恐竜たちが逃げ出さないようにジュラシック・パークは先に電流が流れてるんだけどその電流がね停電しちゃってぺシャっつってねまあちょっとあの悪いね悪い博士がいるんですよあのネイドリーというねネイドリー <laughs> まあいいんだけどこれ今ネイドリーの真似なんだけどそのネイドリーのねせいでね島中がね停電していよいよ恐竜たちが逃げ出すという時に t レ r e x の前でこのジープが止まっちゃう。 でみんなね、さっきも恐竜出てこないからそのツアー参加者の主人公たちはもうのほほーんとしてるんだけどそこにドゥーンんこのコップそうこのコップね紙コップのお水がドゥーンブーンって揺れるブーンってちなみにねあのブブブーンって揺れるシーンはなかなかお水をね揺らしてもねこうやって下からたいちゃうと全部揺れちゃうでしょ全部がこれだけを揺らすのに水の表面だけ揺らすのにどういうふうにしたかっていうとなんと弦楽器の弦をそばで ビーンと鳴らすそうするとその振動でここがブーンとなるっていうそれを使ったっていう、まあ、それはいいんだけどそうやっと登場するあのシーンで要はエスケープティラノザウルスレックスエスケープパックっていうのは人間も逃げるんだけどこのテーレックスが逃げ出したあのシーンのパックっていうことなんでございます <laughs> ねめちゃ興奮するわめちゃすごくない そうでこれねジープがついてるのがすごくまたポイントでごめんねうざったくてこれねそののねあのさっきのねでかいね自分で作ったね1メートル超えの T−Rex でしょやっぱあれ作った時にやっぱやっぱねジュラシック・パークファンといえばもうこの t レ r e x が逃げ出すこのシーンなんですよっていうかもうその映画史の中においてもあのシーンは全身のティラノザウルスがリアルなティラノザウルスが全身映った最初のショットなのね。 足のつま先から尻尾の先頭の鼻先まで全部がバーンと入ったもうほんとね歴史的な瞬間でもうめちゃめちゃ興奮するからやっぱあのシーンを再現して部屋に飾っておきたいなと思ってこのジープを探すのないんですよ今はねあの昔もあったのかどうか分かんないけどなんでしかもねサイズが違うんでやっぱね その同じスケール感のやつが欲しかったと思っていた矢先にですねマテルが出してくれたんですよなんだけど日本には全然入荷してこないっていまだになんでね多分ねこの動画おそらく <laughs> この、ね、商品レビューをやってる日本人はね多分俺初じゃないかな違うかな俺がググりたいとごめんなさい全然先人の方お前余裕で全然とっくに押せよっていう方いらっしゃるかもしれないけどこれ多分ね YouTube でレビューしてるの俺最初だと思うんですよねじゃあ早速開けていきたいと思いますもういい加減開けろよっていう話。 し、俺も開けたいーユしてまでやっぱね、欲しかったんです、俺は、うんそう。この T レックスだけはバラで売ってるんだけどこの T レックスだけは普通に手に入るんだけど今もね、アマゾンとかで買えるんだけどこれはね、売ってないんですよでしかもアマゾンの向こうの海外のアマゾンから取り寄せようとしてもさっき言ったターゲット限定だからでターゲットのオンラインストアでもやっぱりね、海外発送してないんでもうこれはねよっしゃ出てきたエスケープしてきたテレレレレ これさあもうねちょっとカメラそこっちよ寄ろうかもうこのねパックが素晴らしいんですよほらね素晴らしくないこのこの感じあのシーンですよ雨が降って雨が降って t レ r e x が出てきたあ,あのシーンねでちゃんとねほらわーわわほわここ咲く こうちゃんと柵があってほら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 こここれだから箱捨てらんないよなこれどうしようティムどうやって出してるティムなんでお前そんなとこにいるんだティム <laughs> ティム <laughs> ティムねえーえーとティムはねあのこの役者さんはちなみにあのあれですボヘミアン・ラプソディーでねクイーンのえーとジョン・ディー君でしたっけ、えー、ねベーシストの役にやってましたけど大きくなりましたねはいいやーこれどうやって剥がすティムティムどうやって出る いやもう最高だよね、このパッケージ。やっぱね、おもちゃはやっぱパッケージね、俺は出して遊んで飾って遊んだりする方なんだけど、やっぱパッケージごと飾りたくて、うわ、これしまったな、そう、これね、本当はね、2個ぐらい欲しいなと思ったんだけど、これ、ラス1だったんですよ、その俺の,あのお世話になってくれて、あのお世話に、ね、なってる方が買いに行ってくれた方がね、だけどもうね、これ、ラス1だったってことで、さあ、こんな感じでね、いや、これ、やべえな、TX もね、 これ造形もね俺がさっきっあの前にリペイントしたでかいやつもこっちの方がね造形細かいんですよ。ねまあこれあとあとじゃあちょっとこれ出していこうかねこれはちょっと慎重に慎重に取り出すぞああはいよいしょ とりあえずきれいにきれいに取れましたよしはい、えー、というわけで、えー、今箱から出しましたこんな感じですね、えー、でこれティムティム見えますかねはいティムですねティム結構いい感じにできてんな今すごいよねこの顔のティムだもんでさらにこのゴーグルねもう我々ジュラシック・パー,ークパ,パークファンにはねもうたまらないこれこれねウィンウィン 君それ重いのかい?」っつって「うん重いよ」っつって「じゃあ高い」「置きなさい」っつってねあの憎たらしめました。でティームでレックスとそしてジープジープですけどこんな感じですいやめっちゃいい感じですよでドアも開くしこっちもドア開くしさらに さらにねこれねすごいのがまあ、ちょっとこ見えないんだけど見えるかなこのね中の分かりますかね後部座席にもあるんですけどこのモニターがあるんですねこのモニターこれいろんなガイドが流れるんですよね。で見てるなんつってねマルコモ博士がねやったりとかして、えー、グラウンド博士が「全くキンクンやってた」みたいなことを言うんですけどで肝心なね t レック x が上からボーンとティムが「あーってなる。

あとここすごいここちょっとね材質が違う柔らかいんだねであと手がね動きますねでもここはね連動してこれでガバガバってこう動くのもあるんだけどこれは違いますさあどうですかこのねほらもうスケール的に超バッチリねうわーこれですよね で T レックスね、こうね出てきて、まあティムがね、ティムが、ちょっとティム座らせようか。ティム後ろの席に座っていらこら、ああすげえ、ティム、膝曲がる。ちゃんとティム、膝曲がります。ティム、膝曲がって、ちゃんと座れるんだ。そっかそっか。で、ね、ここで、こうして、ティムが座り、お姉ちゃんもね、お姉ちゃんついてないです。あお <laughs> すごいことちょっと発見した。ちょっとあとで。 ね、これでしょ。で、テ T レックスがこっちからね来るわけですよねドスンドスンっつって「うああやってんだ早く電気消せよ」っつってドンっつってお姉ちゃんが懐中電灯照らしてね「ああ」っつってここにグつって目が入ってきてギロッつってそれでねここにねあのライトが当たってテ T レックスのどこがキュッてしまうのもあれがもうね感動ですよねでティムがこう「ああ」こう開いてるのうバンってやると「ああ!」「ガーン!」みたいな「 なるるシーンがあるんですよですげえの,のが今気づいた今気づいたんだけどこれで、T、興奮した T レックスが中に、ね、子供がいる2人がいるのを見つけて食べようとでこの上をぶち抜くんですよ、ガシャンってってであれは,あれは、ねえー、と裏話があって実はあの、ね、本当にあれぶち破る予定ではなかったとっいう話があるんです上のこのサンルーフの部分で、ね、ここを実はそのアニマトロックスの勢いがすごすぎちゃってバシャンっていっちゃったのをその本当は。 NG テイクをスピルバーグがあまりにも迫力あるんで OK テイクにしたっていう裏話噂あるんですけどこれ見てくださいいきますよせーのドンガーほらここちゃんと攻撃できるようになってるすごいこうガシャッてーてなるようになってるうわすげえマジ勝ってよかったやったー いや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 もう大満足これはもうめちゃめちゃ遊べるよねえもちろんこれもぜひねえとこの後今後リペイントしていきたいと思うのでこのリペの様子もあの今後ねえっとゴリラスポットでリペしていく様子もねあのお届けしたいと思いますうーわーちょっと最後にこっち側からのアングル見てみますやってみますちょっとお付き合いください やばいやばいめちゃやべえ最高。